おっぱいバレエは、水野宗則の小説。2009年に映画化された。作品の舞台は、静岡県稲佐郡三日美町。2006年11月に初版が、大文道、リンダ・パブリッシャーズから発売され、2009年3月に、おっぱいバレエ、おっぱいバレエ恋のビーチバレーボール編が発売された。原作者の水野が、ラジオの構成作家をしていた時代に、番組中の電話で、 男子バレーボール部の顧問をしている女性教師から聞いた優勝したら部員におっぱいを見せるという話をモチーフに高校バレーを取材して創作された。実話を元にしてはいるが実話をヒントに創作されたフィクションのオリジナル作品であってノンフィクションではない。2008年に映画化が発表され2009年4月18日に丸の内東映一田全国東映系にて公開された。 主演は、綾瀬はるか。共演に、青木数高、中村徹など。綾瀬は、第52回ブルーリボン賞で、主演女優賞を受賞したほか、第33回日本アカデミー賞でも、優秀主演女優賞、話題賞を受賞した。時代設定は1979年に変更され、1970年代末のニューミュージックやポップスが、挿入歌として、 多数使用された。ロケは主に福岡県北九州市、能形市で行われた。また原作と異なり、舞台が三日日町ではなく北九州市に、中学校名が三日日中学校から北九州市立戸端第三中学校に変更されている。舞台が北九州市に変更されたため、当時市内で運行されていた路面電車を登場させているが、 当時あった西鉄北九州線がすでに廃止されているため代わりに筑豊電気鉄道を利用し撮影を行った。キャッチコピーは見せられるわけないじゃん。新任教師の寺島美香子は臨時教師として三家崎中学校に赴任してくる。しかし、この学校に赴任する前の学校である事件を起こし生徒からの信頼を失い、教師としての自信を失いかけていた。 新しい学校に赴任して、新規一転、美香子は、男子バレーボール部の顧問になる。しかし、部員はやる気がなく、バレーボールすら、まともに触ったことがない部員ばかりで、女の子のことしか頭になく、常にエッチな妄想にふけていた。さらに、周りからは、バカ部呼ばわりされていた。そんな部員たちを奮起させようと美香子は、あなたたちが頑張ってくれるなら、 先生なんでもすると宣言。すると部員たちは、試合に勝ったら先生のおっぱいを見せてくださいと言い出す。美カ子は最初は断るが、強引ななりゆきで約束させられてしまう。それから、部員たちは、今までとは、打って変わって、練習に励む。美カ子も、部員たちの熱意に応え、失いかけていた自信も取り戻していくが、おっぱいは見せたくない。 でも試合に勝って生徒たちに勝つ喜びを教えてあげたいという複雑な思いを抱えていた。やがて試合を間近に控えた頃、おっぱいの約束が学校に知られて大問題となる。2009年10月21日発売、BD と DVD でのリリース。発売元は a v e x エンタテインメント。発売、販売元は WAP。ありがとうございます。